日本大阪府大阪市何枠直津西直津西は大阪府大阪市何枠の町名。現行行政地名は、敷津西1丁目及び敷津西2丁目。大阪市何枠の中央部に位置。東は国道25号を挟んで、敷津東、南は大国、北は元町、西は JR 西日本の関西本線を挟んで潮草に、それぞれ接する。地内にある。 四季津小四宮は、拙者の大国主神社がよく知られており、南に隣接する大国との間には、大国町駅がある。元は、西成郡木津村の一部。町名としては、大阪市編入から3年後の1900年に木津時期、津町として誕生し、1925年に木津の干渉を廃した。現行行政地名は1980年実施で、旧。 四地町の西部、大国町の北部、かもめ町の北部、関助町の北部、三島町の東部に概むね該当する。海浜地帯の総称とされる四地に由来する。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大国町駅大阪府大阪市何和区の町町町一覧人口統計ラボ2019年10月20日閲覧 AB 住民基本台帳人口外国人人口大阪市2019年10月4日閲覧 AB 四季津西の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長。あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、 平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局、2019年8月16日閲覧。 平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧 AB 織口忍生誕の地の石文と文学費なわく公式サイト2020年12月12日閲覧郵便番号簿2018年度版日本郵便 2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。